崎はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになった、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功、チリ盗塁を決めてきました。まあリードもいいんですよね、大きく取ってましたね。これでワンヒットで点が入りますね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、全くその通りですよね。赤星さん、バッターの小園対左、左中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、掴んで3アウト、追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6回終わって3対2、1点リードはカープです。これから7回ベイスターズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。コルドウェル、予定通りマウンドに上がっています。ここはきっちり抑え、これから7回ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打のオースティン。カープ1点リードで迎える7回です。インサイド落ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには代打の神里、ワンアウトランナーありません。高めのボール、打球は右中間へ、ライト掴んで2アウト。打順は1番に帰ります、バッター桑原、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。2アウトになっています。初球ボール、低めの変化球は決まりません、ボール先行です。バッター見送りました、ストライクが入りません。ここは1球見ました、2番バッター太田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。フォアボールのランナーが出ています。一塁はセーフ、うん、ランナー動きませんね、ここは長打を警戒して外野は下がってますね。うん、そのようですね。3球目は何で来るか、打った、ライナー掴んで3アウト、ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対2カープが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。7回の裏カープの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。平田がマウンド上に上がっています。赤星さん、追加点が欲しいイニングではありますよね。そうですね、相手のことを考えればこの得点差は安全圏じゃないですからね。そうですよね、追加点取れるんでしょうか。
打ちました。柴田一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の堂林。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。引っ張った、サード取った、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って野間、今日は盗塁を一つ成功させています。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インサイド詰まりながらも右中間へ、この打球はフライになっています。これは平凡なライトフライ。太田が抑えて3アウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。7回終わって3対2、1点リードはカープです。これから8回ベイスターズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号20栗林、3番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは佐野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。カープ痛烈、センターへ抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。さあここでベイスターズダイソーを送ります。ファーストランナーは森、長打でランナーが帰れば同点です。さあこの終盤にノーアウトでの同点のランナーを背負います。バッターボックスには牧。思い切ってエンドランを仕掛けてくることもあるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待つ。ここはランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁大きいですよ。一打同点のチャンス、打った掴んでワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面でバッターボックスには5番の宮崎が入っています。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。ストレート打った、ショート正面抑えた、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。さあそして打席には外が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。これは低めストライク。一塁アウト、これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。3対2カープが1点差を守っています。8回の裏、カープの攻撃です。
そしてベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーがマウンドに上がります。バッターボックスは2番菊池。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。カープ1点リードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。もちろんそうですよね。この辺りでの1点は重くのしかかってきますからね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんよね。これはバットが泳ぎます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは3番秋山。今日は盗塁を決めています。ワンアウトランナーなし。インサイド落ちました。高く上がった。この当たりはどうか。打席には5番バッター西川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ツーアウトになっています。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく打ち返していきました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、ここでカープダイソーを送ります。矢野ファーストランナーに入ります。打席には5番バッター坂倉。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを打ちました。取った。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。8回終わって3対2カープが1点をリードしています。カープこれから9回カープが守りを固めます。先ほど代走いたしました矢野に代わりまして試合は最終回まで来ました。7番から始まるベイスターズの攻撃。柴田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。カープ1点リードで迎える最終回です。空振りになります。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは守備交代から起用されている伊藤。栗林、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。これもファウル。改めてお聞きします、バッターの伊藤、どういうバッターなんでしょうか。まあ、ライト方向を流しました。これは一二塁間を破る。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく流されてしまいました。バッターボックスには代打の楠本。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは当然盗塁も考えられます。決められる選手は積極的に行ってもらいたいですね。ランナー動きませんね。ここはファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでアウト増やさずに一打同点のチャンスになります。外の球打った。ショート正面掴んだ。一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。
いい形でアウトが取れましたね。さあこの場面で打席には1番の桑原が入っています。外のボール打った。これは上がりすぎ。ここはフライになっています。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。一打同点のピンチでしたが見事守りきりました。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね。よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。